隣にあってから、中足保育戦、まあ、運悪くちょっとガードになってしまったと。さあ時報のアーロンが大将米まで引きずり出してきております。さあ松戸勢、大将を司ります米ですね、うん。まあ、近年やり込みを見せてですね、まあ、帝やニュートンなどでかなり、大会で優勝を誇っております。そうですね、米ですね、はい、そうですね、うんうん。あのコンボもですね、まあ、大パンループなどもしっかり完備しておりますし、さあここから中盤サコパン TC から絶勝が出なかったか、うん、2択はしっかりと前方転身から回収、ね、結果的にフォローして6割回収してます、うん、体力も十分。さあ画面端こういったところ気抜けないところです。下中盤絶勝ですね。グラップを掴んでいたのか分かりませんが、うまい最速の切り返し米、ね、うん、今の素晴らしいですね。そうですね、あそこで画面端結構スタンチを止められていって、うん、ネクロ側ね即死を狙いたいっていう部分はあるので、うん、おー前方停止を投げているアロン、下風呂、歩き下風呂ですね。下風呂取りに行ってますよ。さすがですね、米もしっかりとですね、あそこで安易なグラップを出さずに、そうですね、はい、しっかりと切り返しています。おー、ちょっとダッシュの判定がおかしかったか。そう、ネクロはね、前ダッシュもね、後ろバックダッシュもね、浮いてるフレームがあるんですよ、うん、結構ね、長い間。さあ、現役陣中の前方停止から中盤、中鉄板から中盤に焼却、めくり、めくり外撃中ですね。さあ米が盤石な立ち回りかと思われたが、アーロンが切り返しのジャンダイ K、ね、ちょっと重ねが惜しかったか。難しかったね、もしかしたらジャンダイ K が高めに出ていたのでドリルをミスったのかもしれないですね。なるほど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 、ドリルで表裏に行く予定が、ダイドリルは出さないか、うん、惜しかったですね。